ベストなさんこちゃんミネットです。さあ、それではドズレ実況を続きやっていきましょうか。今回ですね、こちらついにやってきましたね。12月16日セブンイレブンさんとのコラボ商品が新しく第2弾として登場したということで買ってきましたよ。今回はそちらの紹介動画やっていきたいなと思います。まずね、一番最初に購入したのがこちらですね、小組ってやつ。これを一つ目購入しました。夏バージョンか冬バージョンを選ぶことができるんですよね。まあパッケージが違うだけで中身は一緒なんで、まあ、今回1種類こちらを購入しました。後でね、開封していきます。すごくない？結構ね、デザイン自体は可愛らしいんですけど、まずさくらんぼと桃と梨とオレンジとあとリンゴの5種類が入っています。これだいたい190円ぐらい、140円か190円ぐらいだったと思います。もう一個ね、これがまあ、メインじゃメインですよ。星のコンペイト、ふうこちゃんが写っている星のコンペイトも購入しました。砂糖味とぶどう味とりんご味かの、3種類が入っています。結構ねバラバラに入ってるらしくって、もしかしたら今見えてる段階だったら何が入ってる？砂糖味とぶどう味見えてるじゃないですか。りんご味も入ってる、入ってるな、よかったよかった、ちゃんと入ってるな、3種類とも。なんかね、公式サイト見た感じでは、もしかしたら3種類バラバラに入れてるらしいんですよ、バババって。だからなんか入ってない可能性普通にありえますみたいな書いてあったから、もしかしたら例えば砂糖味とぶどう味は入ってたけどリンゴ味だけ入ってないっていう可能性あるそうです。ふうこちゃんがデザインされているやつですね。でですよ、もう一個これですね。まず小組が198円か、税込み198円で、星のコンペイト、これが149円になっていて、あとね、対象グッズを購入するともらえるやつがあるんですよ。まあ、ボトルマークカレンダーだったらみんな見たことあるかなって思うんですけど、もう一つ、スライダーポーチが今日から開催されるんですよ。まあ、対象のチョコレートを2個購入することによって、まあ、手のひらサイズのスライダーポーチをもらえるっていうキャンペーンが開催されていて、俺もこれ購入してきたんですよね。まあ数量限定先着順となってるんですけど、で全4種類で各店舗24個までしかないらしいんですよ。どうやら24個はね、結構すぐに終わってしまうんじゃないかなっていう印象はありますね。あとね、対象となるチョコレートが明治のメルティーキッスプレミアムショコラとメルティーキッスフルーティーいちごってやつとメルティーキッスの抹茶味のやつと、あと明治のミルクチョコボックスってやつとブラックチョコレートボックスの5種類から2つ購入することによって、まあ、どれか1つがもらえるっていうのが、今回の内容なんですよね。俺もね、そんなに普段ねお菓子を食べないんですよね。お菓子食べないからどれかなって思ってたんですけど、ちゃんとね店頭に行ったらこれですよっていうものが載ってたんで本当に良かったかなと思います。すぐ分かりましたね。というわけでですね、購入したのがメルティーキッスとこれね、この抹茶味といちご味ですね。250円ぐらいだから合計して、これで500円ね、これで500円、これ600円、これ600円、これで800円ぐらい、870円ぐらいでね、全種類集められたかなと思いますが、そんなスライダーポーチ見ていきますか。でーでん、こちらです。だから思ってたのと違うなーって思いませんでした？実はぶっちゃけ、だから俺もね、思ってたのと違うなーと思ったんですよ。何入れる？まあ男性女性で結構変わってくるかもしれないんですけど、俺何入れようか。これぶっちゃけさ、絆創膏ぐらいしか入らなくない？俺ね、マスクが入るぐらいの大きさの、まあ、スライダーポーチだと予想してたんですよ、ずっとね。まあ、入れられるとしたら DS のソフトぐらいか。 DS のソフトだったらワンチャン入るな。 DS のソフトぐらいかなあ。まあ、でもカバンの中に入れるのがいいですよねみたいな感じのことは書いてあったから、まあ、カバンに何かしら入れられるようなものがいいですよね。まあ無料なんでね、キャンペーンでもらえるプレゼントなんで、まあ文句は言わないんですけど、ちょっと想像と違ったなっていうだけで。 3DS のソフトですね。 3DS のソフトをこの中に入れるぐらい、こうやったら用途としてはいいんじゃないかなと思うんですが、まあそうですね、何入れよっか。電池とかでも普段持ち歩かないですよね。化粧品、まあ、化粧品でもちょっと難しい感じしますよね。まあっていうのがね、まあ、スライダーポーチなんですけれども、まあ、対象グッズを購入するともらえますので、ぜひぜひ皆さん狙ってみてください。まあ、早めに行くに越したことはないかなと思います。じゅんくんが映ってたからこれ買ったんですよね。前回は
桃子が写ってるあの栄養のクリアファイルをもらったから、まあ、今回スライダーポーチ、まあ、純くん写ってるやつにしようと思って秋バージョンのやつをもらいました。春か夏か秋か冬ね、まあ、それの4種類があるから、まあ、おのおの好きなものを選んでください。さてさて、そんな星のコンペイトーと小組開けていきますか。オープンしていきましょうや。いやでも小組だろ。よいしょ、これ入れたら面白いかなっていうか結構映えるかなとか思ったんだけど、おいい匂いする。よし、グミを出し終わりました。結構可愛らしいな、こうやって見てみたら。これが桃味ですね。桃味のグミね。いただきます。うん、一個じゃわからねえな。一個じゃわかんねえ。で、オレンジもいただきますね。オレンジいただきます。あー、めっちゃオレンジスーってくる。あとこれあの峰峰島の特産品です。峰峰島特産品の梨ね。梨いただきます。梨ってるな。あと最後が、あれ最後だっけ、5種類食べた。さくらんぼがまだ食べてない。あれさくらんぼか、これ。あ、でもよくよく見てみたらこれ形がさくらんぼになってる。すごいな、さくらんぼだ。あれ桃食ったのかな。何食ったんだろう。なんか桃とさくらんぼとりんごがさ、あの色が似すぎてて何食べたかわかんねえ。なんか唯一本気で分かったのがオレンジだな。あ、でもさくらんぼはすごい、さくらんぼの味がする。桃これです。桃これね、いただきます。桃食べたのかな。これ桃だねって言われて食べたら、あ、確かに桃だねっていう感じはする。このオレンジが一番好きかな、この中だったら。オレンジ味濃いな。すごいスーってくるね、オレンジは。美味しかったです。またゆっくり時間かけながら食べていきます。まあ開封しちゃったんでちょっと早めに食べましょう。これすごいな、2023年まで持つの。2年先じゃん。でもコンペイ島っていうさ、島の名前にしてる人多そうじゃない。コンペイにして島の島ね、コンペイ島。結構多そうな感じしますよね。じゃあコンペイ島早速開けていきましょう。こんな感じです。中身まんべんなく入ってるね。さすがにこんだけの量入ってるんだったら、まあ、砂糖とブドウとリンゴバラバラに入ってるなんてことないと思うんだけどな。これ砂糖味って言ってたな。これ砂糖味ですね。砂糖味いただきます。へえ、これがコンペイ糖か。割と人生初めて食べたレベルだな。まあ、コンビニで買ったのは間違いなく初めてだわ、コンペイ糖。これが砂糖味か。これなんだ、星のかけら。リンゴ味、リンゴ味いただきます。食べやすいな、コンペイ糖。すごい食べやすい。なんかちょっとだけリンゴの味がする。そんなにすごくない。これがリンゴ味ですね。あとはぶどう味か。あ、これがぶどう味か。こちらですね、ぶどう味いただきます。砂糖とぶどうが結構似てるな。なんか食べれば食べるほど味の違い分かってくるのかな。ちょっと砂糖食べよう、もう一回。砂糖 か俺この中だったら一番これが好きだな、リンゴ味が好き。ちょっとゆっくり食べていきます。これはなんか本当に初めてコンビニで購入したんで、グミとか。危ない。ゆっくり食べていきましょう。これか、星のコンペイ糖と、まあ、小組の全3種類が新しく登場しましたので、ぜひぜひ皆さんコンビニセブンイレブンさんに行った際には購入してみてください。ボトルマークカレンダーは結構残ってる気がする。で、A4 のクリアファイルはほぼ全滅してると思っていただければなと思います。あとついでにね、行くにあたってこちらですね、マイニンテンドのアプリの GPS のチェックインでカレンダー付き、まあ、特別壁紙がプレゼントされます。これね、対象が21日までだから早めに購入じゃねえわ、受け取ってください。 GPS のねチェックイン完了するだけで明日手に入るから、まあそれだけはねしておくようにしましょう。まあでもね、コンペイ糖も、まあ、小組のフルーツも結構量はね発注されてると思いますので、まあ、それなりに購入はできると思います。セブンイレブンさんに行った際には購入してみてください。今回はこの辺でいただきます。バイバイ。